アメリカ海軍の新型水上戦闘艦 DDGX 計画、同国議会への報告によって、およそ 12,700 トン級の満載排水量であることが判明しました。今回は、このアメリカ海軍 DDGX 計画を詳しく見ていきますね。これからは建造スピードの問題ですが、アメリカの建造能力は、やはり桁違いです。中国の作ればいいではないですからね。2022年に入った1月13日、アメリカ海軍は、新たな水上戦闘艦である DDXG ガイデッドミサイルデストロイヤーのイメージコンセプトを発表、注目を集めていたが、同艦は同国の議会でその使用についても触れられている。これはアメリカ議会調査局からの報告によるもので、アメリカ海軍の新型水上戦闘艦 DDGX 計画は、現行のタイコンデロガ級巡洋艦とアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の両方の艦艇を代替することを目標に進められているという。これまで、新型水上戦闘艦 DDGX 計画は、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦を代替することが前提条件であったが、これよりも、若干、大きな艦隊を持つ、タイコンデロガ級巡洋艦については、代替についての、確定的な情報がない状態だと言えた。今回の報告によって、アメリカ海軍は、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とタイコンデロガ級巡洋艦の双方をカバーする艦艇として、新型水上戦闘艦、DDGX 計画を推進していることが、今回の報告で明らかにされたと言えるだろう。ここで、新型水上戦闘艦、DDGX 計画では、満載排水量で、約 12,700 トン級の艦隊を持ち、搭載する兵装の量も、現行のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をしのぐ規模となることが打ち出されており、大まかな仕様が明かされた形だ。タイコンデロガ級巡洋艦は、1999年以降、アメリカ海軍が運用している唯一の巡洋艦に分類される艦艇であるが、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも、全長が、長く排水量が大きい分だけ、代表層を持ち、艦隊の指揮能力を置くのに適していた。そのため、アメリカ海軍としては、タイコンデロガ級巡洋艦を代替する専用艦艇の建造を模索していたが、予算の確保はこれまで果たせておらず、今回の報告によってこれを断念したことが最終的な結論となったと確認されたものである。新型水上戦闘艦DDGX 計画の約 12,700 トン級の艦隊とは、あくまで現時点での目安であり最終確定ではないようだが、これは、現行のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦よりも大きく、ズムボルト級駆逐艦よりも小さいサイズと述べられている。具体的には、アーレイバーク級の就役中の最新型、フライト 2A は、満載排水量 9,515 トン。全長 155.3 メートル、全幅 20.27 メートルの艦隊であり、主兵装の VLS、垂直発射艦は、合計で96セルを搭載、各種のミサイルを運用可能となっている。ただし、アーレイバーク級の最終型は、来年2023年から、就役が予想されるフライト3であり、こちらは、満載排水量9700トン。全長 160.0 メートル、全幅は未定とされる艦隊であり、主兵装の VLS、垂直発射艦も、合計96セルと変更はない。アメリカ海軍は、アーレイバーク級の初期型のフライト1から、フライト 2A までで70隻以上、今後就役させるフライト3でも、12隻の建造を予定しているため、これらすべての代替には、かなりの時間を要することは、間違いない。搭乗時には、これらを代替することを基とされたのが、ズムボルト級駆逐艦だったが、満載排水量 14,797 トン、全長 183.0 メートル、全幅 24.5 メートルの艦隊に、主兵装の VLS、垂直発射艦は、合計で80セル、
単装の 155mm 砲2機も備えている。ズムボルト級駆逐艦は、その先進的なステルス形状と、搭載する対地攻撃用の打撃力の強力さが特徴ではあったが、わずかに、3隻で計画が中止されたこともあり、1隻あたり約45億ドルにも達する、高額な建造費が仇となった感は否めない。このズムオルト級駆逐艦には、単装の 155mm 砲2機に変えて、レールガンの搭載も検討されていたが、アメリカ海軍では、同兵器の開発も中断しており、水上戦闘艦への同兵器の搭載は、事実上断念している状態である。さて新型水上戦闘艦、DDGX 計画だが、現行のアーレイバーク級からは、およそ3000トン規模の排水量の増加が見込まれることとなり、これは、タイコンデロガ級巡洋艦をも凌駕する規模となることは確実となっている。タイコンデロガ級巡洋艦は、最大でも、満載排水量1万100トン、全長 172.46m、全幅 16.76m の艦隊であり、基本設計は、1970年代まで遡るため巡洋艦という、艦種ではあるものの、拡大を続けるアーレイバーク級と、大差はない。しかし、タイコンデロガ級巡洋艦は、全長が、長い分だけ、重兵装の VLS、垂直発射艦は、合計で、120にせると、アーレイバーク級を上回り、かつ、艦隊の指揮を取る機関としての司令部を収める艦艇であり、その用途における、相違点ともなっている。よって、新型水上戦闘艦、DDGX 計画の艦艇では、こうしたタイコンデロガ級巡洋艦が行ってきた、艦隊の指揮を担う必要も生じるが、排水量から考えれば、その分のスペースは確保できると判断されたと見ていいのだろう。いずれにせよ、アメリカ海軍が新型水上戦闘艦 DDGX 計画で念頭に置いているのは、慎重著しい中国海軍への対処であり、特に昨年2020年から収益を開始した055型南ちゃん級駆逐艦を意識したものとならざるを得ない。055型南ちゃん級駆逐艦は、満載排水量1万3000トン、全長 182.6m、全幅 20.9m の艦隊に、主兵装の VLS、垂直。発射艦は、合計で112セルを装備しており、少なくとも8隻が建造されるものと考えられている。この055型南ちゃん級駆逐艦は、それまでの中国海軍の駆逐艦の7000トン級の満載排水量で、かつ、VLS、垂直発射艦も、合計で64セルが最大であったものをはるかに凌駕する、大型水上戦闘艦となっている。これは、中国海軍が、同時に建造を進めている、国産の航空母艦と、それを中核とする空母打撃群の艦隊防空を担う主力艦となるであろうことを意味しており、近年、ほぼ空母打撃群の運用を世界的にも独占してきた、アメリカに正面から対抗するものだ。その意味では、かつての旧ソ連でさえ、最大時にも実現できなかった、固定翼機を運用可能とする、カタパルト装備の航空母艦を、中国海軍は保有しようと、建造を進めており、現在でもアメリカとフランスしか保有していない、この領域に踏み込もうとしている。第二次世界大戦で、日本と戦って以降、アメリカは、固定翼機を運用する、航空母艦を保有する敵と対峙したことはなく、中国が、すぐに、この運用能力を獲得するとは思えないが、従来通りの戦術、戦略の見直しに着手しているのだろう。また、日本の海上自衛隊のイージス艦も、これまでは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとして建造されてきたため、今後の建造については、アメリカの新型水上戦闘艦、
DDGX 計画がもたらす影響も大きいと予想される。海上自衛隊の最新鋭のイージス艦ハマヤ型だが、同艦は一番艦にしてネームシップのマヤが2020年、二番艦のハグロが2021年就役し、これにより26機中期防衛力整備計画で目標とされたイージス艦8隻体制はすでに達成している。